ですよ。そうなんだよ。魂を磨くために生まれてきたんだ。そうだ、魂を磨くために生まれてきてるんだっていうね。その当たり前の人生の目的を忘れてはいけないと思います。本当ですよね。言ってた、うん、とある先生が2割ぐらいの人はただ覗きに来た人がいるんだ。地球にね。そう。ね、2割ぐらいの人は。どんな星かな。確かにそう言ってますね。そうそうそう、元々あんまりご苦労がない。確かに。生まれて、うん、ご苦労がない、こんなもんだ地球みたいな。そうそう、ただ見に来て、うん、おーっていうのが2割。いますね。うん。うん、でその2割の人はそれでいいと。はい、うん、だけど残りの人たちは魂を磨くとか自己の成長とか後世のためにこのね3次元を生きなきゃいけないんだけど、やっぱこう惑わされちゃう、うんうん、で今その惑わされすぎちゃうとまずい時代だっていうことを言ってますね、うん、だからその2割の人たちはいるんですよ、うんうんうん、います、いる、確かにそういう人います、ね、誰とは分かんないですけど、そう、でもそれはそれでいいんですよね、うんうん、ただほとんどの人はやっぱ魂を磨きに生まれてきてるわけなので、うん、そう、エゴとかね、その大事ですね、うん、ちょっと次の質問いいですか。大丈夫です。あのね、伊勢のこの、はい、この本の中で私知らなかったんですよ、伊勢にあんなに行ってて、はい、伊勢の言霊が表すのが伊勢、あ、うん、っていうのを読んでもうね結構衝撃で、これってやっぱり伊勢は相反するものが一つになりなさいよっていう意味でつけられてる、うんうん、これ骨伝えっていう神話に伊勢、はいはい、の道って書いてるんですよ、で伊勢の道、もしくは伊勢の道って言ったりするんですけれども、要は陰陽和合の道のことを説いてるんですよ、うん、つまりは伊勢っていうのは陰陽和合の柱であると。例えば外宮と内宮はもう典型的にそうじゃないですか。もう典型的にこの2つで1つセットになってる神社っていうのは伊勢神宮なんですね。もっと言うと内宮の中でもやっぱり式年遷宮という形でね、金の蔵、米の蔵っていう2つの蔵がそのまさに神がいます場所があって、ずっとこう20年に1回こう移されるわけじゃないですか、うん、でもこれもしかしたら2つ社がもともとあった可能性ってあるんですよね、うん、だつまり拝み為神だったりする可能性はあると思います。これはじゃあアマテラス大神が男だ説は、多分日本の神話を見てみても、最初にイザナギとイザナミが生んだ神さん、ヒルコって言うじゃないですか。はい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 、で、アマテラスの神のことを、アマテラスをヒルメムチって言ったりする。はいはい、ヒルコは男で、ね、ヒルメは女じゃないですか、はい。で、最初にヒルコを流すところから始まるわけなんですよね、はいはい、古事記の神話。はい、つまりは、男性のアマテラスは最初に流しましたよと。で、女性のアマテラスだけ残しましたっていうことを象徴的に残していると思います。つまりは、なるほど、太陽の中には男性性と女性性があるんですよ、はい、でその太陽の中にある男性性と女性性の両方を祀っているのが本来の伊勢だと私は思ってます。だからアマテラス大神っていうのは、太陽って男性っぽいですか女性っぽいですか、両方あるに決まってるんですよ。ありますよね、うん、お母さんは太陽だって言ってる、お母さん太陽だじゃないですか、ね、でも西洋見てくださいよ、太陽神はアポロンですよ。そうですよね、力強い太陽の神なんですよね。あとね、女性は月っていう表現のところ結構ありますよね。あります。だから太陽の中にも絶対男性性と女性性があって、だから、うん、アマテラス大神、男性説も女性説も私両方正解だと思います。あ、古代の日本人の信仰の中に太陽神を男性と見立ててる場合もあれば女性性と見立ててる場合もあった。でもそれがそうですね、やっぱ古事記日本書紀が作られた時は太陽神は両方おったらややこしいから女性でいこうということでなった、まあ、持統天皇が女性天皇だったっていうこともあるかもしれません。それはだからもともと日本はあまりこう分離というかこう正解と不正解とかこう分けてなくて、そうです、まあ、何でもいいかみたいな、何でもいいか、でもそれを暗号的に残すんですよ ね最初に読んだのは男性の太陽神ヒルコ、それは一回水に流しました。でも一番最初に読んだ太陽神は男性なんですよ。ちょっと初めて聞いた回答だったかも、うん、いろんな時々質問することあるんですよ、このアマテラス大神って男性ですか女性ですかっていうのは、うん、だけどちょっと初めて聞いたかも、うん、でもこれな気がする、うん、
両方ですよ、だからそんな、うん、でも今は一応アマテラスオオミカミっていう女性性で祀ってるけれども、でもアマテラスオオミカミっていう名前自体も男性か女性かよくわからんじゃないですか。わからないですね、わからないですね、うん、あとあのほら、セオリツ姫が奥様だ説もありますよね。ありますね。で、確かにセオリツ姫っていうのは大原祝人には登場するけれども、日本書紀古事記には一切登場しない謎の神様ですよね。で、まあ、間違いなくこの近畿圏で祀っているような神社もあったんだと思うんですけれども、しかも大原祝人の最初に登場するような神様なんで位が高い神様だったけども、やっぱり古事記日本書紀作るときにこれはちょっと水の女神も最高神としておったらややこしいから流して消した。でも祝人には残ってるっていう。やっぱりさ、神社チャンネルさ、すごいねすごいと思う。なんか納得する、うんうん、あの全部がつながってるんですよ、多田さんの、うん、なんか考察じゃないですか。あの体験もできるし、体験もできます、ね、そうだからね、それで全部食事から歴史から羽賀さんの思考からが全部ちゃんと連動してるんです。そうですね、あのだからアマテラスオオミカミっていうのであればいかにこう体感するかってことですよね、うん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 。それは確かに太陽を見ながら祈るっていう体験もあっていいし、もっと言うならうちなるアマテラスじゃないですか。そうですよね、うん、でもしくは他人の中にあるアマテラスじゃないですか、うんうん、全員の中にあるんですよね、うん、それが本当にこうなんかこう引き出されるようなうちなる太陽、あなたの中にある太陽っていうものがなんかこうお互い輝くような時間ができたらいいなって思ってますし、瀬織姫であれば早川の人にます瀬織姫の神じゃないですか、うん、体液の中で血液の中で、うん、そういった自分の体の中にも瀬織姫がある、うんうん、いい水飲みましょうみたいな。あのね、羽賀さんのところの水めっちゃ美味しかった、うん、めっちゃ美味しかったです。それであのお食事の前に出てくるお水が、はい、左右だったんですね。左右ですね、初めてだった左右だった、うんうん、あれはやっぱりアイルベーダーでね、もう入りって言いますし、あの韓国とかでもですよね、あのいいって言われます、まあ、あらゆるところでね、うん、お茶湯はいいとおっしゃる方います。お茶よりね、やっぱりね、いいですね、茶湯、うん、なんかね、すごい美食家の方がユニオンに来られて、うん、あらゆるこうお店に行ってきたみたいな、もうそれこそなんかこう北大路の三人みたいな方なんですけど、最初にお茶湯飲んで衝撃受けられてたんですね、うん、そう、私ちょっとね、お水あんまり好きじゃないんですよ、うんうん、お茶の方が好きなんですけど、うん、美味しかった。これはもうメニューの一品ですねっておっしゃいました、うんうんうん、そうで、お茶はもうデザートだったお茶ね、お茶はね、お茶じゃなかったの、お茶がデザート、うん、まあ、デザートはちゃんとあるのにあれなんですけど、お茶が結構やっぱり、うん、いろんな種類のお茶があるから、うんうん、デザートですよね、うん、もうね、今年本当に大勢の、まあ、アムールに関わってるとみんな一回食べに行ってもらいたいよね。ぜひお越しいただけたら嬉しいです羽賀さんに直接お話聞きたい人なんかはイベントとかってされてるんですか？イベントしかしてないですよ僕。あ、そうなんですか、はい、なんか講演会がほらたまにほら神社チャンネルで、そうですね、そうですね、去年はあんまりオープンでやってなかったんですけれども、あ、会になる、今年は結構いろいろ行ってますね僕ね、愛媛行って名古屋行って東京行ってぜひぜひ。それは番組を見てたら分かりますか？番組見てたら分かります。あと私の SNS では、私見てたつもりだったんだけど。X、Facebook では。あ、X もよ。X は投稿してますね。はい、やってます。あ、ちょっと最後に2024年、はい、もう今3月だから4、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ少しあるんですけど、うん、これはどういうふうにどんな運気になりそうですかね？この流れでいくと、なぜこれを聞くかというと、親しいとある先生が富士山の噴火も危ないし、関東の大きい地震も危ないし、もう危ないことばっかり聞いたんです、うんうん、でそれこそさっきの話に戻るとゼロのリセットは確かにそうだよなって思うし、まあ、そこで日本人がこうあって本当に気がついて、その後どうしていくかっていうことがもしかしたら世界的にも大事なのかもしれないななんて思うんですけど、やっぱり羽賀さんいろんな方のお話聞いてると思うので、どんな風になりそうかっていうのと、我々日本人はどこを何を大事にして、うん、そもそも辰年なんですけど、辰年っていうのはまさに
地震の神って雨冠つけると地震の神になるし、確かに振動数の神、手辺つけると振動数の神になるな、震えるって意味合いなんですね。へー、全体的に震えるっていうのがあるんですよ今年は。なんか最近日本列島のさ、手と足がこう喉の方、うん、だ手の2箇所が喉の方かと、いや喉は僕背骨だと思ってます。あ、そうなの。はい、だから背骨が正されてますよ。生体でも結構背骨って大事で、だから結構理解されてる生体師の方とかはもう背骨の調整のみされる方とかいるんですね。へー、あれはある意味なんか背骨の歪みが正されてるっていうね解釈は、いいこと、まあまあもちろんなくなる方もいらっしゃるので一概に、ただ対極的には必要で起こってることだとは思います。だからっていうことはあるんですけれども、まあ、でもこれ木の立つのエネルギーって世界的に全体的に受けることなんで、それこそ世界的何か振動はあると思ってます2024年。じゃあそれが何なのってなった時に、まあ、神のみぞ知る世界だとは思います。ただ何が起こってもおかしくない、2025年7月よりもよっぽど何が起こってもおかしくないと思ってます。7月5日問題ね。7月問題、私7月5日生まれなんですよ。え、そうなんですか。実はそれであの話が出た時に、私の誕生日に地球がどうなっちゃうわけと思って、そう7月5日になって、ね、隕石衝突するとかね、そう言ってる人がねいますけども、そうなの。そうなんですよ、はい、だからそこまでに、それまでにね、まだほら要は1年以上あるわけじゃないですか。で日本人がほらその後ね、やっぱり、うん、あの要になるなんていう方もいるから、うん、まあ、その前後ですよね多分、どっちかっていうと前後だと思ってます、うん、前後なんかあるよということをお知らせするためにああいうふうな表現になってるのかなというふうに捉えてます私は。もうね、ほんと神社チャンネルさんさ、いろんな人見てるんだろうけど欠かさず見た方がいいと思うわけね。欠かさず見た方がいいよね、うん、だってあの予測が立つし、うん、やっぱ心の準備もできるし、うん、心の在り方って大事ですよね。心の在り方しか大事じゃないですね。逆にね、逆に心の在り方が、はい、でなんかちょっとね本当に意外だったんだよな、このイメージがちょっとあの、いい意味で全然違くてですね、はい、ありがとうございます。そうお話もあのちょっと放送時間が短いのでこの日中の 5,6 時間を全部放送してぐらいなんで、まあ、本当そうですかね。そう全部放送して全く問題ないぐらい。そうなの、なんならもうまた問題ない、あかん、問題あることも言ってた。あ、そうだね、ちょっとピーでカットしてピュー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 。そうだけどあのね、ユニワのお店全部をね、あの、はい、見せていただきたい、こんなムール。ぜひね、またちょっとお越しください。うん、ぜひ。あのね、プラネス診療所ですよ。行きたい。うち得意なんですよ、その、はいはい、うちの番組でやっぱ私たちが体験させてもらう、はい。あ、むっちゃちょっとぜひお願いします。あの。全国のお客さんがやっぱり安心していけるんですよ。はい、うん、ありがとうございます。で、なぜかね、うちね、西のお客さん多いんですよ。あ、そうなんですか、うん、へえ。福島でイベントやってるのにわざわざ名古屋とか愛知県とか、あ、そうなんですか、わざわざ来てくださる方がすごくたくさんいて、で、大阪でイベントなぜされないんですかってよく質問で来るんですけど、あ、そうですか、そうなんですよ。私たちちょっとほら、なんかこう配置的に福島に配置されてるので福島にこだわってイベントをしてるんですけど、ほら、ここに来ればさ、こんないいところがめっちゃあるからさ、ぜひ皆さん近いと思う方いっぱいいると思うので、今度改めて、かかりたいです、全部ぜひお越しください。ピコ店長の、ね、美容サロンがめっちゃいいみたいですよ。美容サロン、美容サロンです。天然精油というかなんか使ったサロンになってる。香水というかなんかね、なんかオイルを使ったやつ、オイルマッサージやってる。あ、オイルマッサージ、はい、めちゃくちゃいいです。男性では、ね、いけないんですけど、あ、男性ダメなんですか。ね、まあ、オープンにはやってないですね。あ、うん、やってみたいね、うん、ちょい一つずつもうあのみんなに見てもらいたいし、うん、神社チャンネルさんは私外せない番組になってます。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん文句聞いてもいいですか。大丈夫ですよ、全然、はいですね、もう一個だけ聞かせてくださいね。はい、大丈夫です。あの、ね、高次元の神様に降りていただくための秘宝みたいなのが高次元どっかにあったの。伊勢の神様ね。そう、それで私あんまりね、なんか高次元とかってあんまり私あんまりちょっと得意な分野じゃないんですけど、神様にもほら、うん、いろんな神様がいるし、例えば霊能者さんとかだとどことつながってるかが大事だよとかいう方いるじゃないですか、はい、うんうん、で
それは自分の なんていうの、何かを整えた方がいいとかあるんですか。でもね、多分料理でもそうだと思うんですけど、高次元のものほど分かりにくいと思います。だからどうなるかっていうと、淡いっていう世界に行くんですよね。だから低次元のほどはっきりしてるんですよ。で、別にこれ低次元じゃないですよ。不動明王みたいなのははっきりしてるじゃないですか。してる。マオハンだみたいな、なんか、ね、してるしてる。弁財天みたいな、金運をもたらすみたいな。高次元な金運をもたらす神様っていないわけなんですよ。なるほどね。うん。言われてみれば。だから高次元から、で、宇宙も最初ぼんやりした状態から始まってだんだん具体化していくわけじゃないですか。だから神様でもだんだん高次元よくわからんものになっていくんですよね。それこそ何十億年前の神様みたいな風になっていくわけじゃないですか。でこれ日本の神話面白いのが、日本でも最初淡いよくわからないものから始まっていった。最初に生まれた島なんですか、淡路島じゃないですか、はい、淡い島なんですよ、ね、確かにそうだ。小野頃島っていうね、まあ、ただの方言いますけれども、なんかよくわからんぐちゃぐちゃした状態をぐる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 イザナギとイザナミが矛をかき回したら、ウィーンってやったらポトンって落ちて、それがまあ小野頃島になって始まったみたいな話があるじゃないですか。ああ、アワから始まるんですよ。で、宇宙もそうで、アワから始まる、アワのような状態から始まったみたいな説があるんですよね。ボイド状態、真空状態、ブク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 ってアワが膨れ上がるみたいにして宇宙も始まったみたいな説もあって、高次元ってよくわかんない。高次元の神様ほど、なんか今うっすらとして、でもなんか心地いいなぐらいな。多分ね、みんな分かんないと、うん、こうがっちりしたの求めちゃう。そうですよ。だからこのおさゆおいしいみたいな世界なんですよ。でも低次元ほどだと豚骨スープガツンときてバリうまいみたいな、背脂にんにくマシマシみたいな、でもそれちょっと体に悪いよねみたいな。低次元求めてると低次元のものに感応しないんですよね。まあ、高次元も低次元ももっと下が人間界ですからね。そう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 。だ今ちょっとあまりにも低次元なものが多いよねってね、もう批判的に言うと、スピリチュアルであれ現実界であれもう結果が全てみたいなところあるじゃないですか。それは低次元なものになっちゃうわけなんですよ。そういうことですよ。それよりもちょっと次元上げると、まさに仏様の世界になっていって、薬師如来、私は病気を治す専門ですみたいな、なんかどんな人の病も癒すみたいな仏様なんですよね。もしあっていいんですけども、高次元ほどよくわかんないです。だからさ、人間界と一緒かもしれないですね。人間と一緒です。人間界もなんかこう高次元の、もう 笑っちゃってますけど、高次元の人ってこう圧ないじゃないですか、うん、なんかこう、なんかね、あ、いたのみたいな、ふんわり、そう、高次元の人って言ったらおかしいけどさ、そうだから僕は最初だから占い師みたいな、分かりやすい仕事のことが、でもよく分からん感じで今なんかそう、なんか別に俺が高次元って言ったらわけじゃない、ね、今の文脈で俺が高次元になっちゃうんですけど、でもね、ほんとそう、羽賀さん、あのふんわりしてるの、うん、あの意外とそう、あの存在がこう、なんていうの、ガンガン来ないっていうか、うん、もっとガンガンしてる風に見えてたってことですね。そうなの。あのね、画面で見るときはもうね、歯が光るって感じの人かと思ってたんですよ、うん、そう思われがちなんですけど、うん、そしたらなんかどっちかっていうと、あのスッと脇に いる感じで、そうそうそう、あんまし、あ、だから意外におとなしいんですよ。そうなの。もうめっちゃ高次元よ、3年高次元、それ以外これ、でも本当に性格、僕なんか別にだから画面上から喋ってるけど、全然普段からそんな喋るのもなんかわーってかかる。なんか神様の世界も人間界と一緒なんだろうね。ありがとうございました。もうでも、あまりにも気に入ったので、はい、ぜひ。そしてこちらのご本はまだまだあれですか。これね、まだ今ガンガンさんずりまで行きまして。すごい。はい、さんずり。これはね、絶対買った方がいいというか、必要。必要です。うん、行った方がいい神社から、お掃除の仕方からもう全て必要です。ぜひ、ね、はい、私のおすすめは第一章です、はい、うん、みんなこれ買ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。急に終わる。はい、ありがとうございます。